こんにちは。病院薬剤師、ダマさんです。この動画は、ホーム企業、薬局長がリタイア後に、クラウド型医薬品集で起業して、老後を豊かにするための動画、基礎編です。ここで少し私の自己紹介をしておこうと思います。私は、地方の中核病院に勤務する病院薬剤師です。 病院薬剤師としては数少ないブロガーであり、ユーチューバーであり、ツイッター民でもあります。メインブログは病院薬剤師って素晴らしいです。私はクラウド型医薬品種、フォーミュラリーで起用することを夢にしており、これを真似してくださる主に薬局長の先生を対象に情報発信をするため、 この動画を作っていますこのシリーズではフォーム企業に必要な要素を簡単に解説していきますビジネスには3つの壁があることを以前お話ししました。 今回は第2の壁人・労働力に関すす。るお話です本題に入る前にホーム企業の働き方をおさらいしておきましょうご覧のように企業が軌道に乗るまでは非常勤として薬剤師で正規を立てるといった働き方でした最初の売り上げが最大の難関であることは間違いありませんが 地道に実績を積み上げていけば、やがて売上5件以上を達成する日は訪れます。ただ、そこで油断するのは禁物です。なぜなら、顧客数に応じて業務量も増加していくからです。よろしいですか業務に追われ、自分の時間をなくしていたら、一体何のための企業でしょうそれに、時間がなくなれば、 PDCA サイクルを回せなくなるため商品のクオリティが低下していきやがて客離れが起こるに違いありません時間は誰もが等しく1日24時間しかありませんしかし労働力を増やせば時間は捻出することができるのです労働力を増やして時間を捻出 顧客数が増えたら、可能な限り業務を委託せよ。この局面でやるべきことは、まさにこれなのです。さて、本題です。幸い、ホーム企業の大半は単純作業ですので、業務委託の選択肢は、比較的容易に見つかります。一つ目が、家族の利用。 これは条件が合えば超おすすめの方法ですつまり家族に給料、先住者給与を払って作業を手伝ってもらうのですただ給料といっても小遣いが給料に変わるだけですし経費として計上できるため節税にもなりますまさに一石二鳥なのです 先住者給与の注意点はご覧のとおり1事前の届け出が必要2配偶者控除扶養控除との併用負荷その他もろもろです2のクラウドソーシングとは簡単に言えば作業の害虫です最近ではクラウディアランサーズ クラウドワークスなどのオンラインで安価に外注できるサービスも発達しています例えばデータ入力1件10円から発注することができます3のオンラインアシスタントの利用はビジネスが軌道に乗ったらぜひ検討すべき選択肢ですクラウドソーシングは確かに低コストですが その分、クオリティはままちちちちだし、しいちいち決め細かくく指示をしなくてはなりません。またデータ入力と請求支払い業務といったジャンルの異なる作業は別々に依頼しなければならないという煩雑さもありますところがオンラインアシスタントならば多様な業務をチームでサポートしてくれますし継続案件ならば毎回指示する必要もありません。 藤子さん、キャスタービズ、ヘルプユーなどが有名です。私には、ビジネスが軌道に乗ったら、ぜひ実現したい夢があります。それは、営業目的で日本各地をめぐって、ノマド・放牧民生活をすることです。 そもそもホーム企業は PC1 台あればできるビジネス。増差もありません。スケジュールの事例をご紹介します。1、有給を使い1週間程度の休暇を確保。2、自家用車に荷物を積み込み出発。3、現地のウィークリーマンションで滞在。 4日中はアポ酢みの病院に営業もしくは観光夜間はメンテナンス作業もしくはグルメ家族が同行し別行動しても OK なのでウィークリーマンションが適しています交通費燃料費宿泊費通信費等は 経費で落とせますし言うことなしですなんて日々妄想にふけっていますただ言えるのはこんな夢みたいなことは体力のあるうちにやらないといけませんさあクラウド型医薬品種で起業しましょう 私は動画に先立ってブログでも情報発信をしております。よろしければご覧になってください。今回のお話はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。病院薬剤して素晴らしい。ご賛同いただける方はチャンネル登録をお願いします。 ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。